こんにちは。この間ですね、昔教えていた生徒さんから LINE が来まして、今度大学のミスコンに出るんですけど、ドラムを叩くことになったので、レッスンお願いします。で、連絡来まして、その生徒さんね、小学校6年生から多分高校2年生ぐらいまで教えてたんですけど、ミスコンとか思って、僕大学のミスコンって言ったら女の人のコンテストしか思い浮かばなくて、その生徒さん男だったんですけど、ミスコンって なんでって思って、一瞬ですねそっちの世界に行ったのかなって思ったんですけど、その大学のホームページ見たら、ホームページというかそのミスコンのやつ見たら、ミス・ミスター・コンテストって書いてて、あ、男子もやるんだと思って、再認識いたしました。ミスター・コンテストっていうのもあるんですね、知らなくて。頑張ってもらいたいと思います。なんかネット投票とかもやってるんで、僕なんかが宣伝してもいいんだったら、ちょっと動画で宣伝してあげようかなと思ってますけど、まあ本人の了解がないとダメかなと思うんで、なんか今のところまだ人気あるみたいなことをちらっと見ましたけど、本番がですね来月の月末の方なんで、それまでまずはドラムを一生懸命教えたいと思います。そしてですね、今日はライトハンドリードの、丸5、5回目ですね。手順が1個増えます。今日増える手順はこれです。右、左、右、左。はい、これでですね、全部で4種類手順が、揃いました。一つ目は右左、そして右右左、それと右左左で、今日の、右から始まってタッと、これでですね4つ、もうこれで十分かなと。まだもうちょっと増やすつもりなんですけど、これだけあればかなり、いろんなフレーズが出てくることになるんですが、ライトハンドリードっていうのは今回初めて見た人いると思うんですけど、まず右手がのアクセントが、アクセントの部分が、タムに移動したりとか、まあ、スネアのアクセントとか入るんですけど、左手のアクセントはなしと。それで、左手は、応用するときスネア、ずっとスネア担当で、ずっと小さい音。それでルールとしては、アクセントの3連打はない、それとですね、何でしたっけ、ちっちゃい音の3連打もないです。あと大きい音のアクセントの後に小さい音、これもなし。それと小さい音の後に大きい音、これもやりません。それで、作っていくんですけど、まあテンポアップ、速いスピードで応用できるように今言ったルールがありますね。できる人とかは何て言うんでしょう、別にそんな手順一個一個用意してくれなくてもできるしっていう人もいると思いますけど、まあ、少しずつね、3つ4つ5つ6つと手順を増やしていくことによって、だんだんですねやってるうちにその手順関係なくできるようになってくるんで、要は右手がアクセント、まあ、もしくはこう小さい音も入れるんですけど、して手順がオルタネートじゃなくてこういう感じで、
こんな感じでですね、右左じゃなくていろんな手順で打てればもうライトハンドリードなんですね。ちょっとついでにできる人、もうできるから余裕だぜっていう人のためにですね、一応もう一個ルールがあってですね、これ絶対じゃないんですけど、例えば右手アクセント打ちますよね、バーン。で左右、して要はそのアクセント打ってから次のアクセントまでに音を4個入れる場合に、右から始まって交互に打っちゃうと右左右左右で次アクセント入れられないじゃないですか、右手で右手のちっちゃい音で終わってるんでこうなっちゃうんで、そういう時にその手順的にこう右左右左左って入れて、で次のアクセントこういくわけなんですけど、右左でも同じことじゃないですか。なんですけどこの場合はですね、右左って言った方が応用しやすいんですね。なんでかっていうとですね、右手で例えばタブのパーンと打ちます。で左手入れて右手入れて左手2個入れて右手次違うところ叩く、シンバル叩くとかって移動した方が右手の移動が楽になるんですね。アクセント左右して左左って2個打ってる間に行けるんですよ。ところがですね、右左右右って打った後に右手違うタブとかに移行すると音が1個しかないので、さっき言った右左右左左って入れた方が右手のためにはいいんですね、応用するとき。そういう意味でですね、僕の場合は右左右左左というのが癖になって、そのまんま応用できるように、それがね癖になってます。はい、というわけで今日はですね、いやなんかちょっと目に何かが入ってますね、すごい痛いです。はい、ちょっと目つきがおかしくなるかもしれませんが、よし、ちょっと今日のやつ合わせてみますか。はい、今日はですね全部で4個ですよ。順番にいくと、タンタンタッ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 タンタッ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 、これ今までやってきた順番ですけど、タンタッ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 タンタッ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 、ワン、ツー、スリー、フォー、タンこれ今16分音符にはめてやってますけど、たまたまですけどこれ3拍子になってますね。で慣れてきたら、ランダムにいろんな順番入れ替えてですね、できればいいかなと。ちょっとゆっくりですけどいろんなパターンでやってみますよ。1,2,3,4今4つのパターンをいろいろと入れてみましたけど、これだけでもだいぶいろんなフレーズができると思います。初めてやる方はもう80とかでも頭こんがらがっておかしくなっちゃうと思いますけど、ゆっくりからやれば必ずできますから。それで今こう4つの塊をこうランダムにこう混ぜてみましたけど、やってる最中に分かんなくなったら無理せずにですね、簡単なやつを連発してですね続けてみてください。小さいやつずっとオルタネートでもいいですし、
あ、分かんなくなったと思ったらこうやってして落ち着いて、落ち着いた頃にですね、また元に戻ると、 その方があのいいと思います。よくあの練習の時に間違えるためにこう止まっちゃう方いますけど、なるべく止まらないように練習するのも結構大事なんですね。はい、というわけで今日はですね、ライトハンドリードの、丸5ということでやってみました。ちょっとですね、目にですね、何かずっと今日入ってて、目つきが変ですね、今日ね。変なところ見たりとかして、目つきが怪しい人になってますけど、違った意味で、この人何考えてんだろうみたいな、あの視線とかが。目にね、なんか入ってるんですよね。髪の毛じゃない、何か、まつげとかじゃない何かが。あ、そうだ、まつげで思い出しましたけど、僕、まつげすっごい長いんですよ。それで、昔ですね、あの、なんか目に入ってんなと思って、鏡見たらですね、あの、すごい太いまつげが入ってて、うわ、なんだこの太いまつげと思って、綿棒でピッて取ったらですね、なんと、まつげがですね、重なってたんですね。しかもですよ、その本数が7本。どうやって7本が目に入って、どうやってこう束になったのか分かんないんですけど、僕の今までの人生の中で1回だけあるんですね。2本とかはよくあるんですけど、7本、びっくりしました。これ太すぎるだろう、このまつげと思って、見てこうやってばらしたらですね、7本が固まってたっていうね。もうなんか、わざと7本抜いて目にブイって入れたとしか考えられないような出来事がありました。はい、というわけで、今日はライトハンドリード丸5でした。また今度ですね、ドラムセットに応用したパターンもちょっとやってみたいと思います。ありがとうございました。今ウインクじゃないですから、今ね、目が痛くて間違ってつぶっちゃいましたけど、ウインクじゃないです。ありがとうございました。